象にはいくつかの異なる種と亜種が存在します。以下にインド象からマレー象までの各象の違いを説明します。1. インド象。生息地、インド象は主に南アジアのインド、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、ブータンなどに生息しています。特徴、大きな耳とわずかに曲がった象牙が特徴です。背中はわずかに丸く、頭部にはヒダがあります。 2. サバンナ象。アフリカ象。生息地、サバンナ象はアフリカ大陸に広く分布しています。特徴、インド象と比較して耳が大きく、象牙は直線的に伸びます。背中はほぼ平らです。 3. 丸耳象。フォレスト象。生息地、丸耳象はアフリカの中央及び西部の熱帯雨林地域に生息しています。特徴、耳が比較的小さく丸いことが特徴です。体がよりがっしりとしており、森林に適応した特性を持っています。 4. セイロン象。セイロンスラ象。生息地、セイロン象はスリランカに固有の種です。特徴、インド象に似ていますが、体がやや小さく、頭部のヒダが異なります。 5. スマトラ象。生息地、スマトラ象はインドネシアのスマトラ島に生息しています。特徴、体が比較的小さく、耳が小さくて丸いです。象牙も比較的小さいことが特徴です。 6. マレー象。生息地、マレー象はマレー半島に生息しています。特徴、体が中型で、耳が大きくて丸いです。セイロン象と似た特性を持っています。これらの象は生息地と形態的な特徴において異なり、各々が自然環境に適応しています。象は絶滅の危機にさらされており、保護が必要な種とされています。